2023年で70歳を迎えるにもかかわらず、まだまだ現役で芸能活動をされている夏木マリさん。ただ、70歳というと一般的には病気になりやすい年齢です。なので今回は、そんな夏木さんの病気について掘り下げて調べました。すると、病気をしない生活習慣をしていたり、20代には病気で苦労していたり、死のうと思ったこともあったりなど、意外な事実も発覚。病気を予防する夏木流の食生活などは参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。2023年で70歳を迎える夏木さんですが、何か病気を患ったりしているのでしょうか。調べたところ、夏木さんは何の病気もしておらず、常日頃から健康に気をつけているのもあって、現在は至って健康とのこと。20代の頃に子宮出血を患って這いますが、現在は完治しています。70歳にもかかわらず病気一つしていないなんてすごいですよね。現在は健康的な夏木さんですが、若い頃はそうではなく、20代で子宮出血で倒れ、みこぜ管も入院しています。貧血といえども重度になると、輸血したり入院しなければいけないらしく、みこぜも入院したということはかなり重度の貧血を患っていたと考えられますよね。夏木さん曰く、20代はふてくされていて、やけくそになっていたとも語っていたので、ストレスも多く、不健康な生活や、タバコなどが原因だったのでしょう。では、なぜやけくそになっていたのか。夏木さんは、人気ロッカーである、ジャニス・ジョプリンに憧れて芸能活動を始めました。しかし、事務所の方針は、清純派アイドルとして売りたい、だったのです。そんな中でもヒット曲を出していましたが、当時を振り返った夏木さんは、あまり嬉しくなかった、と語っていました。歌謡曲には全く興味がなかったらしく、興味がないことをやっている自分に対して、ストレスを抱えていたのではないでしょうか。夏に決めようなどの曲がヒットして多忙だったため、生活も乱れていたんだと思います。そうこうしているうちに、病気で入院を余儀なくされ、復帰した時には仕事が激減していたとのこと。それから8年間は地方のキャバレー回りをしていたんだそうです。病気の原因は仕事から来るストレスや生活習慣だったことがわかりますね。それからは病気とは無縁だったそうなのですが、なんと自分で死のうと思ったことがあったんだとか、ある映画でいじめられ一回死のうと思ったことがあります。これだけ人格否定されたらもう無理だってと字を考えた過去を語っていて、ホテルの4階の窓をバーンと開けたんですが、これだと死ねないと思って閉めた。あれが17階だったら死んでいたと地未遂に終わったと語っていました。続けて、育児なしでこういう風に見えるけど意外と違うんですと、実際は臆病な人間だと暴露されていました。夏木さんの朝食を紹介します。1、起きたらマグネシウムが多い水を飲む。いわゆる硬水を飲むと便秘改善やダイエットに効果的なんだとか。夏木さんはさらに、ビタミン補給のためにレモン2個を絞って飲んでいるそうです。2、朝食は皮付きリンゴ。夏木さんは至るところで健康の秘訣はリンゴと絶賛しているほどのリンゴ好き。リンゴは食物繊維や酵素がたくさん含まれているので、便秘改善や美肌効果などいいことづくしです。3、豆乳にグリーンナッツオイルを入れて飲む。良質な油を朝に摂ると循環が良くなると言っていました。ナッツは良質な脂質をたくさん含んでいるので、脂質は揚げ物よりもナッツで摂るとのこと。夏木さんの昼食を紹介します。1、消化が良くて温まるものを食べる。朝と違って昼食は自由なものを食べるそうなんですが、それでも消化が良い麺類とかにしているとのこと。体も温まるので代謝もアップするんだとか。2、コーヒーは飲まない。昼食後にコーヒーを飲みたくなってしまうところですが、コーヒーは体を冷やすからとのことで、朝食後の一杯だけと決めているそう。夏木さんの夕食は、大好物のお肉を食べていて、タンや赤身を塩でいただくとのこと。食べる順番にも気を使っていて、
温かいもの、野菜、お肉、米という順番で食べているんだとか。この食べ方で食べると代謝が良くなるとのことでした。他にも目的別に食べるお肉を分けているらしく、歌を歌う時には牛肉を、体を動かす時には鶏肉を、疲労が溜まっている時には豚肉を食べるようにしているんだとか。とても食にこだわっていることがわかりますね。夏希さんは1日に1600キロカロリーしか取らないと決めていて、オーバーした分は翌日に消費するようにしているんだとか。夏希さんの年齢で言えば1800キロカロリーくらいが理想と言われているので、理想的な数値ですよね。毎日の食事に気を使っているからこそ、あの健康的なボディを保てているのでしょうね。20代で大きな病気を経験した夏希さん、現在では生活習慣を改善したおかげで70歳を迎えても超健康だということが分かりました。最後に世間の反応を見てみようと思います。夏木まりが13日に放送された NHK E テレ眠れぬ夜は AI さんとに VTR 出演し、結婚についての自身の考えを語った。番組では40代視聴者から届いた、周りがみんな結婚して取り残された感じという悩みに夏希が回答。夏希は、婚活っていうの反対なの。結婚ありきで人生が進んでいるよね。私はそう思わなくて、人ありきだと思う。巡り合ったからこの人と一緒に行こうかな。結婚という形になるのかなと思うので、と。結婚ありきではなく人ありきだという持論を披露。自身は2011年5月、パーカッショニストの斉藤信と結婚した。40代の時は全く結婚に興味がなかったが、やっぱり女って子供のことを考えるから、もう出産できない年齢になってくると思った時に、悩んだことが一度あった、という。そして、ずっとそのまま行って、死んでいくのだなと思ったら、なんと59ですよ、結婚したの。もう皆さんが熟年離婚する時、何でも人より遅いんですけど、と59歳でのゴールインを解雇。だからこそ、いわゆる結婚適齢期は全ての人に当てはまるわけではないと考えているといい。だから適齢期っていうのはないと思うんだよね。10人いれば10通りの適齢期があるから。周りが結婚したから焦るとかよく聞くけど、きっとその人はそういう時期じゃないと思う。結婚の時期じゃない、と語った。そして結婚安定という一般的な定義にも異議を唱える。結婚したら不安定になりますよ。だって違う人生を生きてきた人と生きるわけだから。それを折り合いをつけながら行くのが面白いので、人生は、と夏希。以前はマイペースで自分のことしか考えなかったが、結婚生活で優しくなった、と言い。彼がすごく優しいから。こんなに優しくしてくれるんだったら私も優しくしなきゃと思って。そんな発見もあるのよ、と人としての変化と成長を明かしていた。夏木まりさんはいくつになってもおしゃれでかっこよい女性ですよね。2023年現在は71歳になりましたが、まだまだファッションの最先端を歩んでいるようにお見受けします。髪を短く刈り上げても美しく、トレーニングを欠かさないためか身体も引き締まっています。もともと日本人離れした美しさを持つ夏木さんですが、あらゆることにチャレンジしているので、内面からも美しさが醸し出されているようです。舞台の仕事をより深めたいと、1990年にニューヨークに渡って勉強。2008年にマリナツキテロワールを立ち上げて、舞台をいくつも成功させています。2022年11月には、9回目の夏木マリフェスティバル in 京都を清水寺で開催。新型コロナウイルスの影響で、観客を入れることは叶いませんでした。その代わり、YouTube で配信したそうですよ。また、ブルースバンド、ジビエドマリのボーカルとしても、活動しているのです。夏木さんの夫でパーカッショニストの斉藤信さんもメンバーなのだとか。このバンドで、若い頃から憧れていたジャニス・ジョップリンのような、サウンドをイメージした歌を歌っている夏木さん。夢が叶って、さぞ嬉しかったことでしょう。夏木さんが2023年現在も元気に活躍していることが分かりましたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。
何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。